元気なところがいいなって感じで。ごめんなさい。今、私自分のことで手一杯だから。その代わり、と言っちゃなんだけど。こんなガサツな女よりか、もっと可愛くて素直で、いい子紹介するよ。もっともっと、自慢できるような素敵な女の子を、さ。あ、いいよ。それは、僕の言ったことを真面目に聞いてないが、受け止める気がない。ってことだね。それでもいいし、軽蔑する？そうだね、いっそのことそうされた方が。あの頃から気になっていた。口喧嘩ばかりしていたけど、目はいつもあいつを追っていた。反発したけど、でもあいつにはマリエがいる。幼なじみのまま大きくなったような仲の良さ、それは理想のカップルのように思えた。あと一歩煮え切らないようにも思えた。この苦しさがどうにかなるならば、いっそあいつとマリエが正式に付き合ってくれれば、もっと楽になれるのかもしれない。やがてそうなった。けしかけたのは私自身。思い通りに言った。これでいいのだ。心のどこかで安堵する。心のどこかがズキッと痛む。そのあいつが去っていく。マリエを置いて、あんないい子を置いて、傷ついた心を抱えたまま、誰も知る人のいないところへ。
ールがたまったんです。聞いた話では、その時点で手帳が光り輝いて、それが任務完了の知らせなんだそうです。シールがいっぱいになったのに天国に帰れないんです。どこが間違ってたんでしょう。私の何かが間違って、幸せを蓄えていないと、他人に幸せを分け与えることはできないというお話なんですね。盲点でした。私は自分をまず幸せにしたいと思います。
でも、どうやったら幸せになれるんでしょう。私にとっての幸せ、皆さんにとっての幸せ、何ですか？それは。真面目にやりましょう。真面目に。2月13日だって。道郎くん帰ってくるの。
それは聞いてないけど、道郎くんの成績ならこの辺のどこの学校でも全然問題ないと思うよ。でも、よく帰ってくる気になったな。もう、道郎くんの住んでた家、ないから。道郎くんのところの両親、離婚しちゃったから。道郎くんが闇雲に勉強に打ち込んだのも、一生懸命夜遅くまで塾に通ってたのも、遠くの学校に行ったのも、推測でつまんないこと言っちゃダメよね。でもそれは過去を切り捨てて新しい道を歩き出す覚悟だと思うの。一人になることが必要と道郎くんは考えたんだと思うの。理解しているわ。そんなに悲しいこととは思っていない。思い出があるから、時計という思い出が。なくなることはないものが。何？サチ、道郎くんにバレンタインのチョコ渡したことがあるの。
こんばんは。話があるの。お互いにね。単刀直入に言うわ。道郎が帰ってきたら、マリエとはどうするの？一郎はいい加減だわ。そして身勝手。マリエにふさわしくないというのが私の結論。一郎からマリエを奪い取って。してるから。